こんにちは、落語家のレレシャマルコです。フジロック、フジロックフェスティバルでは毎年私の生落語をご覧いただくことができるんですね。場所はホワイトステージとグリーンステージの間、ところ天国和みどころの特設ステージでございます。期間中3日間十数席やる予定でございます。毎回演目は変えます。予想また有名になるといけねえ。芝浜やっちゃうかもしれませんね。うー、怖いよ怖いよ。まんじゅう怖いやっちゃうかもしれません。何をやるか分かりません。その時の私の気分次第でございます。また私のツイッターフォローしていただければ、時間ですとか演目、そういったもの出てまいりますので、よろしくお願いいたします。期間中随時更新しておりますので、詳しい情報をどんどん発信してまいります。今年もフジロックで皆様にお会いできるの楽しみにしています。それではところ天国で落語をご覧ください。フジロック。はい、どうもこんにちは。ネオ東楽団じきじきです。無駄に明るい夫婦です。そうでございますね。私たちは様々な楽器を使っちゃって面白い音楽ショーをやります。やりますね。はい、普段は東京の寄席とか出てますけどね、全国楽器持って行ったりとかね、はい、でも今回はなんとフジロックに出演が決まりました。やったお子さん連れのフジロッカーや、そう、雨に打たれちゃったフジロッカー、皆さんに元気を与えましょうね。見てね。シカゴでスタンドアップコメディアンとして活動しております、佐久柳川と申します。この度ですね、フジロック2019にスタンドアップコメディアンとしては初の出演が決定いたしました。スタンドアップコメディというマイク一本でお客さんの前で喋る表現の芸術の面白さを皆様にぜひ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 会場で味わっていただきたいと思っております。それでは会場で当日お待ちしております。 See you soon!